ぜはい、皆さんどうも。今回はね、巨大エビ、タスマニアン大猿ガニじゃなくてロブスター料理していこうと思うんですけど、みんなどんな料理がいい？僕はそうですね、本当はバーベキューがいいんですけど、うん、ちょっと外雨なんで焼こうか。1匹焼いて、1匹蒸して、はい、1匹煮つ、あの鍋。あ、分かりました。三段論法、はい、エビ料理やろうか。伊勢エビじゃない、ロブスター。これあれじゃない、タスマニア大猿ガニ。いや違う、これ通販で来てた ロブスターだ。持って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 挟まれたらどうすんや。どう？いや、うまそうですよ。もういや、ミッキー危ないよそれ、もう挟まれるよそれ。どうなんだよこれはね、多分ね、確かこれ蒸すのがいいと思うよ。蒸すのがいい。俺はね、蒸すのが好きかな。食べましょうよ。やろう。はい、じゃあまず一滴はね、そのまま丸焼きにしてみます。多分焼いて美味しいと思うよ。いや、でもこれいいで。オーブンで焼くか、これ綺麗な感じのシェフって感じ。イタリアンロブスター、ここでのまま入れていいのかな、わかんない。バーンってならないか。まあ、いや、やってみよう、練習だ。で、あれ向こうね、オーブンが焼いてってますんでね。このハサミ見て、これ強靭な、これ指切断されるよ、これ。これ見て、こっちめっちゃ強い。ほら、右手の方がなんか骨が強いね、この骨格も。ほら見て、左手はこうノコギリクワガタみたいな感じで、右手の方見て、右手の方が強靭な。これ指切断だよ、こんな。見てこれ、人間の歯みたいになってる。やばいな、このパターン精神。うん、これちょっとあれをつけないかな、電気を。ほら、電気がついてる。うわ、これ一匹4000円すん。資産1万2000円。高いでしょ。もうまあまあね。じゃあこれ全部一匹持って帰る。俺持って帰るじゃん。一匹持って帰るやな、だね、家族がいるんで。はい、どっちがいい？こっちの方が綺麗そうだよ、うん、こっちの方が大きそうや。これはじゃあ無双か。無双か、うん、OK、ちょっと開けてみようか。ちょっとまだ開けたらダメ。開けたらダメ。それ、ミッキーにね、うん、じゃがいくだったらミッキー、じゃがいくだったらいっで、こっちはこうやって、ここにちょっとこんな感じ入れて、水入れようか。で、まあ俺らぐらいのプロになってくると、料理酒はちょっとひとだめね、多すぎてもまずいから、このぐらい、このようにしたら強火で一気にガーンと。はい、で、ここでこうして、はい、これはこっちで。これ15分かな。鳴らすな。いやー、これ蒸したらうまいよ。さあさあ、沸騰してきてますね。あ、まだだね、これ。これもロブスターみたいだな。ね、これは食用じゃないよ。開始5分。なんか赤くなってきてない？ちょっと見てみようか。うわ、赤くなってきてる。もうちょい、もうちょい。でね、今この中が100度になってる、水蒸気熱っ。ここの水蒸気の温度が100度を超えてるから、その100度の気温でやってし料理蒸す。こっちはね、オーブンで焼いてってるんだね。もうちょいかな、あと10分ぐらいかかるかな。もういいかな、ちょっと加減が分かんない。どうなんだろう、もうそろそろかな。もうちょいやろうか。これもうそろそろいいんじゃない？だいぶやってる。おお、うまそう。もう取っていいかな。あ、良さげですね。いいかな。うわ、なんか内臓が、脳みそ出てる。いいのかな。いいんじゃないですか。うおお、じゃあ皿にちょっと盛ろうか。レンジの方まだだね、これ。うわ、熱々、めっちゃ熱い。あ、ちょっとじゃあそれ開けて。これ熱すぎですよ。パカッて開けて。熱っ。
ですよ、もう全然本当に熱い、早く開けてバカッと曲がっていけ、バカッと、うわ熱いって大丈夫、大したことないよねほらちょっと食べてみや、箸でここの綿もうまいで、これうまそうやね、そんなに熱くないよ、あ、確かに熱々熱いけど、箸入れとる、よしよし、じゃあちょっと食べよう食べよう、じゃあちょっと いただきますね、1個、うわ、味噌味噌、うわ、味噌味噌、うわ、いただきます、これもついとるで、これちょ、これ、濃厚、うわ、ちょっと味噌食べてみよう、これ食べるよ、俺もう食べよう食べよう食べよう、どう、うまい、ちょっとやばいよ、これ味が、うわうわ、いただきます、ちょっと、ここの味噌取り合い、味噌味噌、これめくらないか、ここ取って、ここ、ここ取らないか、あ、乾杯、いただきます、これはちょっと味なくないいや、めちゃめちゃある、ここ、これ1匹4000円するから、取り合い、取り合いよいしょ、よいしょ、いいとこ取った、いいとこ、塩塩塩これはうまいわ、うわ、これうまい、いいよ、これ取り合い、取れ、ちょっとみんな取れ、取り合い、みんなも取れへんで、かまぼこみたいな、いや、ていうかなんかプリプリすぎて取れんね、これ、取れ、あー、詰まったで、いや、なんかハサミ、ハサミっす、これね、ハサミで切るって書いてあったよ、こう、この周りのとこ、あ、ここ、うん、これやばいね、うぅぅぅ、あんた、ハサミでこれ切らないかな、あれ、あれで、うぅぅ、これはやばい、ここを切ればいいのかな、うぅ、おまるえびうまいね、横をそうそう、そうで切るって書いてあった、よしよし、ちょっと、そこ、ちょっと、ちょっと、弾力やばい、これプリップリやな、ここ行くで、高橋くん、もう爪がね、うわ動いとるとこだから、ここ食べや、食べや、見とったら、うお、すげえな、ね、食べていいよ、食べていいよ、いいんすか、食べて、うん、いいよ、うわ、どう、プリンプリン、うまい、うまい、わうまい、うまい、うまい、ちょっと俺もここ食います、ここね、一気にかぶりついて、これあ、うん、これ高級料理だ、うん、めっちゃうまい、まあ、爪量が多いね、うん、量がおいしい、爪、うわ、爪、俺も食いたい、あ、ここ、ちょっと待って食べろ、お前、じゃあ特別特別ちょこっとくるっと取って綺麗に食べよ、それ食べや、それそれ、待って、これ全部ミカわ、ミラわ、これプリプリになるわ、さあ、あんま触っちゃいかん食べろ食べろ食べろ、どう、あ、うまい、うまい、てか身の量多いね、ちょっと塩が、塩味いるかな、あ、焼けた焼けた、電子レンジ電子レンジ、ちょいちゃうよこれ身か、食べや食べや、トトタルは YouTube で公開だよ、うまい、まあうまい、この間あの焼き肉でね、社会部のことジロジロ二十歳ぐらいの子が見てきたから、ファンやだ、たぶん社会部のねえ、出せんな、これどうしたんどうしたん、真っ赤でいい焼きだけど、なんか手づかみ、手づかみ、タオル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 貸した、これどこまで、うん、もうできるのに、ちょっと坊やもこれ食べるの、いいな、うっ、オーブン、オーブン、これ置いて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 、もういい、焼けてもいい、うっ、ちょっと味さ、塩か欲しいよね、塩か醤油か、なんかちょっとし、すぐ欲しい、酢、あの酢をカニの酢、ちょっと食べるね、これもう一回パッコリって、あの、うでしょ、いただくよ、どっちがうまいか、全然色が違うね、緑、ちょっと、いや、こっちの方が俺好き、よく焼けてるね、こっちの方が、うまいね、
やってやってもこれ俺ハサミんとこちょっとやってくれんかな。ここあっち。熱い。ハサミ食べたいで。ここがもう、もうここが一番うまかったね。っていうか身がすごかった。手はどうやった？まあちょっとまたちょっと違った味。風味？あちょっと俺手食べてないから。塩味が結構ついてる味。手は。へえー。熱いな。これは熱いっすマジで。まあ先にここ取らなきゃんでもビッキーこれこれを。これは取っとかないんだここに。なんか忘れてこの人大げさなんだわ。こっちはこっちは取っとかないからこういうの。そうでもないよね。もう取れてる。そうでもないって。もう取れてる。全部全部。そうなんだ。この人あれだの番組的な動きでな。こうなんか全然熱い。なんか中触ってください。確かに熱いか。なんか熱いし。いやでもいや俺は余裕よこんな。もうこの人大げさなんだわ。かなり不器用。かなり不器用。このね、尻尾のとこがまたうまいんだよ。そこ。エビ反りにして怒っちゃってる。うわうわ。ここ。うわ。これはうまいっす。ありがとうありがとう。よし。これ、一緒にしてくれるかどうかでしょ。あと俺らの手と同じぐらいでいただきます。何だろうこれね。ちょっと塩。いや、いかないや。結構さ、カニよりさ、その風味はないよね。うん、なんかさっぱりした弾力。はい、でも。美味しいよ。これ尻尾が一番甘かったですよ。終わったらこれ肥料にしよう。ちょっと埋めて。それで肥料になって植物育つから。いいよね。埋めていっぱい。こっちこれでね植物がね、もっといっぱい存分に食べる。植物があるわけ。こっちこっち。うん。これでこの桜も育ったんです。